チキンナゲットチキンナゲットは、鶏肉の商品や鶏ひき肉を塊にして、衣やパン粉をまぶして調理した料理である。ウィスコンシン州の JJK ブースによって考案されたと、する説があるが定かではない。なお、ナゲットとは、英語で、天然の金塊のこと。ファーストフード店舗では、油で揚げて調理する場合が多い。一般家庭では焼き上げて調理するのが普通である。 バーベキューソースやマスタードソース等をつけて食するのが一般的。皮がないとバラバラになりやすく皮がついた肉を使用して調理する場合があるが、ファーストフードでは脂身や植物油を含むひき肉の塊を使用して調理することが多く、皮以外の部分は機械によって処理された肉が用いられるのが一般的である。皮と肉で種類が異なる場合もあるが、 アメリカ合衆国の食品の表示について定めた法律では皮と身で違う肉を使ってはいけないとされている。チキンナゲットの調理方法により、ナゲット用の軽肉は他の用途における課金類の肉よりも処理過程で丁寧に扱われないことがある。そのため、ペタ等の団体はチキンナゲットの消費に難色を示している。日本では日本ハムや伊藤ハム等数社から シルドタイプのチキンナゲットが販売されている。ありがとうございます。